ちょっと待って、今日なんかいろいろ発表があったんだけど、一旦仮面ライダーとかウルトラマン置いといて、アクアのラブライブサンシャインの話していいですか？どうも、レオンチャンネルです。びっくりじゃない？モンストとラブライブサンシャインが突如コラボを発表して、まさかのサンシャインコラボ。もう間もなく来月に入ると、ラブライブ実質的なラブライブ3の、まあ、虹ヶ崎は 2.5 みたいなとこがあるから、ラブライブ3のスーパースターがやるから、それに向けて、ラブライブ関連盛り上げていこうってこともあると思いますが、まあ、モンストやっててサンシャイン好きみたいな人もそこまで多くないと思いますので、なんかこれを機にさ、ラブライブが好きになってくれる人が多くなるとか、サンシャインにハマるとか、そういう人が増えてくるんじゃないかなっていうのを僕は非常に期待しているのと、モンストコラボ曲みたいなのも発表されて、これ聞いたんだけど、てか聞いたっていうかもう50回ぐらいループしたんだけど、めっちゃいい曲だし、CG の PV になってて、で、アニメ CG PV ってこれまでも数曲出てるんだけど、これまで出たやつの中でも一番 CG が綺麗で、なんかモデリングとか最高だなと、この辺はあれなのかな、モンストのマネーが効いてるのかどうかわかりませんけど、なので本当今回のサンシャイン、モンストラブライブサンシャインコラボっていうのはもう本当に僕的にはいいことしかないって感じ。で、あれでしょ？キャラクター紹介なんかも公開されてて、3ユニット、学年ごとに3キャラクターに分かれるみたいですね。3、3、3で。まずこれさ、2年生組が決めたよ。ハンドイン、ハンド衣装でしょ？あ、違う。大好きだったら大丈夫だ。あ、衣装が違うね。決めたよの方は制服曲だ。で、1年生組が夢で夜空を照らしたいになってて、で、3年生が未熟ドリーマーね。これちゃんと学年に関連する曲の衣装になってるっていうのが、すごいいい。夢で夜空は、1年生が加入してからの6人のアクアとしての曲なんですよね。なのでこの頃はまだ3年生が入ってないんだけど、で、未熟ドリーマー、旧アクア、元祖アクアのこの3人組の時に作った未熟ドリーマーっていう曲が9人集まって完成するっていう時のこの衣装ね。当時の本編の PV でもさ、3人の衣装が旧アクアから新アクアのこの衣装に変わってく映像とかがね、すげえいいんすよ。超重心さえかけるラブライブサンシャインって、すごいね。他の、あとは、あ、グッジョブボタンがあったりとか、あ、おまけで、裏女のカバンが出てくるんだ。さらに、あ、今回の曲の重心化なると、今回のコラボ曲の衣装になるわけか。これもちゃんと、インナーがね、キャラのカラーリングに変わってて、しかも学年ごとに衣装が違うのと、あとみんなこの矢印ね、モンストのこの矢印のアクセサリーをそれぞれつけてるんですよね。ヨハネのこのデビルカチューシャ、かわいいし、PV でもさ、ちゃんとこれ水属性なんだよね、多分。水属性っぽいエフェクトがあったりとか、あとこれ木属性っぽいエフェクトが、あの花丸のかかとから出てきたりとか、あとは光属性のこの2年生組光をこうパーって出したりとか、ちゃんと MV 内で属性が、あ、これ多分属性こうなんだろうなっていうのが、ゲームやんなくてもわかる演出になってて、そういうところが素晴らしいと思います。お、ミラチケ衣装、モンストキャラクターとのコラボのこういうものもあると。まさかのセルフコントロールしてるじゃん。え？セイントスノーさん？セイントス、あ、セルフコントロールって書いてある。え、すげえいい。セイントスノーさんじゃん。そんなところか。おー、マジで？ウォーターブルニューワールド。これちょっとさ、何？重心化、素材の重心化、素材プラスの重心化で、こういう風になるってこと。うーわ、やべえ。え、やばい。ウォーターブルニューワールドはね、こう衣装をパーってこうパージして衣装が変わっていくんですよね。それがね、またかっこいいんすよ。あー、マイマイトナイトだ。マイマイ、1年生組はマイマイトナイト。あ、これ何？学年ごとにまたこういう衣装があるんだ。え、2年生は？ミラクルウェーブミラクルウェーブがこれもうちょっと、あの動画見てる人わかるかな？僕だけも今盛り上がってんの。ミラークルウェーブじゃん。マジか。マジかよ。超いい。
え、なにこれ、相当アクアが好きな方が今回のコラボを考えたってことですよね。うわ、ミラクルウェーブにマイマイトナイトにウォータブルニューワールド。まあ、ウォータブルニューワールドはね、ほんとすごいいいんすよね。衣装も可愛いし。いや、まあ、もうでもミラクルウェーブもバク転、チカちゃんのバク転必殺があるからね。こりゃすげえや。ちょっとびっくりした。ここまで見てなかった。まあ、こういう風なコラボがあるそうなので、ガチャ回します！ 3 人とも、3ユニット合計9人もこれ全部ゲットするわ。なんなら複数あってもいいよね。選べるからさ、こうやって衣装を。いや、これすげえ。で、ライダー系行きましょう。フィギュアライズスタンダード。いろいろと発表がありまして、はい、オーズ、タトバ。これ年末かなに発売するんだけど、まあ、分割線入ってるし、今後コンボ系が出て、コンボチェンジできるとかってなってないかな。いや、なってるよね。電王ですら、一通り出たから、4ユニット。これは、多分今後プレ版かな他のコンボ系は。3850円で。お、セルメダルエフェクトだって。これが12月に一般販売と。さらに、これさ、トライチェイサー2000も、フィギュアライズスタンダードサイズで出ると。しかもコントロールパネルとかがこだわって作ってあって、あ、すごい、サスペンションギミックとかスプリング、こういうのもあるんだ。で、ダイザーとか、あとはトライアクセラーとハンドルもついてきますと。これいいね。さらに、アギトのフィギュアライズスタンダード。これも前 CG 画像がありましたが、ちゃんと商品画像も改めて画像来てますね。目の部分のシルバーのシールが気になるけど、胸部分とかはこれゴールドメッキか？あ、すごいなぁ。で、キック用のエフェクトもついてくると。おー、かっけぇ。もう最近真骨頂に追いつけみたいな造形になってるから、ディケイドとかもそうだったけど。これは期待大だなぁ。復眼だけは塗っちゃう感じかな、個人的には。グランドフォームの、おー、こういう風に遊んでねと。画像が来ております。楽しみっすね。まあ、今、アギト、生誕20年で盛り上がってますしね。これは7月、来月発売です。あとはね、これもすごいですよね。アルティメットルミナスプレミアムで、電王も発表されました。プレミアムってことは、あれかな？プレ版になるのかな？とりあえず、ソードフォームだけが画像パンと来て、まあもう間違いないですね。これまで、まあこれまで01、クーガー、セイバーと来ましたけど、どれもめっちゃ気に入ってるんで、やっぱもうポーズ固定になって飾りやすいのがいいっすよね。まあこれが画像来た。こういうのが画像来てるのと、あと、これやばくないですか？ウルトラマントリガー、まさかの、ハルキ登場が、発表されました。夏川春樹トリガーにゲスト会で出てくるって。しかもこれ見て、春樹がガッツスパークレンス持ってるんですよ。ってことは、陸くん的な感じで、Z さんの時の陸的な感じで2、3、1話には絡んでくる形なのかな。で、ブルーのコレクションアイテム、ハイパーキーが刺さってるから、これが Z さんのハイパーキーなんじゃないかなと。どうなんでしょうか。まあでもトリガーってティガのリブートだから、ある意味こういうコラボっていらないような気もするけど、まあでも、まあでも前のリクとかもうまいこと Z の色を変えない程度に絡んできてたので、その辺はうまくコラボしてくれるんじゃないかなと。楽しみっすね。あとはビーストボックスのファームハンドっていうこの狼、超かっこいい狼が7月に発売するっていうのが今日発表があったのと、あと、フィグマのウサダペコラですね。急に、VTuber 急にどうしたみたいな風に思われるかもしれませんが、僕、これはグッスマのイベントを撮りに行ったじゃないですか。あの、撮影しに行ったじゃないですか。で、その時に VTuber コーナーがすごいあって、で、フィギュア、あのフィグマとか、いろんなフィギュア系がいろいろあって、なんか可愛かったんですよね。で、僕 VTuber 全然知らないから、でも、すごいヒットしてる、人気なのは知ってたから、何か見ようと思って、調べたら YouTube で、
あれなんかオフィシャルか、ごめんなさい、オフィシャルかアンオフィシャルかわかんないんだけど、なんか VTuber 切り取りみたいなのが動画ブワーっと出てきて、で、まあ切り取り動画って、切り抜き動画か、切り抜き動画って今流行ってるから、で、そこでいろいろ見てた中で、僕的に、このペコーラ、ペコラ、なんとかペコーっていうこのペコラが、よくってすごく。なんかドラクエ実況とか、いろいろ見ちゃって、え？ VTuber ってこんな面白いの？それはみんながハマるわけだみたいな感じで、自分も思って、やっぱさ、ヒットするだけあって、面白いっすね。いや、なんか分かったやっと魅力が。こりゃね、人気になるわ。ってことで、ポチります。特典付きのグッズマオリジナルの方。まあ、ちょっと僕まだ、本当に2週間ぐらい、VTuber、まあ、VTuber 自体はまだそこまで詳しくないんだけど、このペコラがいいなって思って、2週間ぐらい経ったところでちょうどいい感じに、まあ、その時展示した時にフィギュア自体が可愛かったから、これはフィギュア買おうかなと思ってたんだけど、実況、ドラクエ実況見たらね、さらに良かった。なんで、このウサギがつくようです。グッズまで買うとね。そんなところかな。あと、そうだ、グリッドナイトとゴールドバーンは、今、秋葉原のヨドバシだったっけに展示されてるってことで、それも見に行きたいなーって感じですね。僕はこれはもう優先販売の方でポチりましたので、早く届いてほしいなーって感じ。ってことで、いろんな情報がありましたが、とりあえずサンシャインモンストコラボはもう超びっくりだし、本当にあんないい曲といい PV 作っていただいてありがとうございます。あとはフィギュアーズスタンダードもいろいろと新情報来てますので、この間ディケードも作ってさ、すごい良かったから、新作のその辺も楽しみですね。以上、レオンチャンネルの様々なコンテンツの最新情報動画でした。